駐在リポートです。農業と福祉、農福連携の取り組みです。誰もが自分の好きなことや得意なことで働ける社会を目指して、淡路島で農業を活用した新しい試みが始まっています。障害者支援のマルシェが淡路島にできました。先月10日にオープンしたムクマルシェは、農家の担い手不足解消と障害者の就労支援を目的とした淡路島で初となる農福連携型のマルシェです。新しいお店ができてるねって今覗いてるんですけど、なんか変わったものいっぱい売ってらっしゃるからね、面白いねと思って見てるんです、うん、これは何、あれは何とか言って話しながら見てるんです。代表を務めるのは NPO 法人ムクの福井博正さんです。住める場所、働ける場所、あと子どもたちや高齢者の方とか多世代の方が、いろんなバックボーンが違う方が一緒の場所でこう交流し合えることで、お互いがこう生かし合えるというか、そういう環境を作れたら。大阪で発達障害のある子どもたちの支援や放課後等デイサービスの運営も行っている福井さん。友人の子どもが発達障害と診断を受けたことが、福祉の道を志すきっかけだったといいます。その子どもたちの中にはやっぱりこう、いろんな特性を持っている子たちがいて、いろんなことをみんなと同じように平均的にやれることをやるっていうのは難しい子もたくさんいるんですけど、やっぱ自分の好きなことであったり得意なこととかだったら、自分の中での可能性を最大限に輝かせられる子どもたちたくさんいるので、働ける場所も自分の好きなこととかを活かせる場所で、働ける場所作りっていうのは絶対に必要だなと思って、こちらの方の淡路島の方にご縁をいただくことがあったので。福井さんは去年6月、障害がある人の働く場として農地を借り、そこで作った作物を販売するため、先月ムクマルシェをオープンしました。柏木俊博さん、福井さんの元で働く障害者の一人です。もともとは自営業をしながら農業を営んでいましたが、6年ほど前に狭窄症を患い、働くことができなくなったといいます。ムクさんと出会いたのがちょうど自分の農園とこで、こういう仕事をされとるいうことで、自分も今まで三木の方にいとったんですけど、ちょっと体力的にもちょっとついていけないなと言いまして、ほんでどうですか社長、自分もしかあれやったら可能ですか言うて聞いたら、構いません言うてくれたんで。柏木さんの仕事は事業所での軽作業と畑での農作業。足に障害を抱えながらも職員のサポートもあって元気に働いています。はっきり言うて家におるよりかやっぱ外に出て、自分の合う仕事をしとる方が気が楽です。それだけはもう声を聞いて言います。明るくて元気な方です、話しやすいですね。人生の先輩なんで、そういう面でも尊敬してます、畑では現在かぼちゃやさつまいもを育てています。柏木さんは今の仕事にやりがいを感じているといいます。地元の人は楽しいですよ、ほんまに。ほんで正直時間忘れるぐらいやし、ほんで本場天気良かったらもっと眺めばいいしね、
もししどらたら穴こびとったらいいしね。自分の好きなこととかやっぱ得意なことで働ける場所を作っていきたいなっていうのがもう根本にあるので、本当にこういう土に触れたりだとか、こういう作物を作ったり収穫したりとか、働く楽しみっていうのをみんなで味わえたら嬉しいなと思っています。淡路島で初めてとなる農福連携型マルシェ。農業を通じて誰もが自分の可能性に合った環境で生き生きと暮らせる社会を目指します。